キャパシティや魅力がなかったら流れちゃうんですよ。一瞬で消えちゃう。そういうもんなんだって皆さん諦めていませんか？女性の美にも影響してくるんだよ。世界のヴィーナス、次の力でございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな金をお金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはじゃん、妥協するなら結婚するなということでお話をさせていただきたいなと思います。このタイトルって私が2019年の2月に出した本のタイトルなんですけれども、言葉自体が結構インパクトがあって真似をされることも多いんですが、まあありがたいですよね。はい、ということで今日は私が結婚に妥協が必要なのか必要じゃないのかっていうことをお話をさせていただきたいと思いますので、婚活をしている皆様、そしてね、婚活していなくてもね、私普段から妥協しがちだっていう方はもう絶対この動画最後まで見てください。それでは早速いってみましょう。まず結論として妥協するってことはさ、私ってこの程度なんだ、私ってもう無理だな、これが自分の限界だって決めちゃってる状態だからさ、当然諦める思考が当たり前に身についていて負け癖になっちゃってる状態なんですよね。こういう思考を持ってると何においてもこの程度なんだ、しょうがないよねって言ってなんだかさ虚しくなりません？そういうもんなんだって皆さん諦めていませんか？ちょっと婚活の話を戻しますと、恋活と婚活って違うんですよ。恋活だったらさ、何回もさ、できるわけじゃないですか。例えば、A 君と付き合っていて、バイバイ、B 君、みたいな感じでさ、次から次へと変えようと思ったら、割と簡単に変えることができますよね。はい。でも、結婚となったらさ、簡単に別れることが恋愛よりも厳しいんですよ。お金や子供や家の事情などが絡んでもきますので、恋活と婚活っていうのはそもそも違うんですよ。結婚って生活だからさ、生活って日常だから安心や安定を感じたいですよね。恋愛にドキドキや刺激やワクワクやもうザワザワとか求めていたとしても、日常生活に乗れたら疲れちゃうんだよね。うん、毎日ジェットコースター乗ったら酔っちゃうじゃない。だから毎日の生活を決めるわけですから、真剣になった方がいい。でもこういう人がいい、ああいう人がいいとかってまあ理想なりあると思うんですよね。じゃあその理想がどこまでかってことなんですよ。で、理想があるのであればさ、それ相応の見合う自分でいること、要は釣り合いが取れてる状態であること。例えばお金持ちと結婚したいとかって言っててさ、あなたがお金に対してご縁がなかったら、あなたがそのお金を受け取るだけのキャパシティや魅力がなかったら流れちゃうんですよ。一瞬で消えちゃう。やっぱり自分を磨き続けることが大切なんだよね。私ね、ヴィーナス婚活塾っていう婚活塾を本当にありがたいことに、今年7年目なんですけれども、その中のお一人がね、こんなこと言われたんですよ。カナさんのブログをしていて、見てたんですと。でも結婚しないといけない、もうそろそろやばいと思って、焦って妥協して結婚したんですよ。ふわーと思ってた時に、妥協するなら結婚するなって本見た時に、はーと思って、私やんと思って、で、離婚をして、婚活塾の門戸を叩いて入塾されて、半年以内に結婚したんですけれども、今でもラブラブで、その旦那さんのね、会社の役員に入って、役員報酬で、毎月お金も入ってくるっていう、まあ不労所得のような状態ですね。はい。その彼女も言ってた。妥協して結婚した時の写真すべて、私死んでるみたいな。なんかさ、顔が疲れてんの。やっぱね、出ますよ、オーラが。で、それをご自身でネタにするくらい顔が違うんですよ。女性の美にも影響してくるんだよ。妥協してるわけだからさ、なんか嫌だわと思ってるでしょ。まあ目をつぶるみたいな。目をつぶってるんだけど、もう両目つぶってる。両目つぶってると、もう、お酒真っ暗って状態だから、まあ、行きづらいですよね。行きづらいから、別れを選択をして、もう一度、リスタートを切って、この間も、B ダイヤモンドアカデミーという別の講座に参加いただいて、一週間前とかお会いしたんですけれども、愛もお金も美も全部手に入れて、今でもさらにね、自己成長を続けられていて、本当に女性たちも素敵だなって、私も尊敬している方なんですが、私もそうなりたいと思った方、なれます。なれるんですよ。うん。だってこの動画見てるから、うん。この動画を見て、そして、少しずつね、マインドをね、成功マインドに行こうよ。人生一回だからさ、結婚を別にさ、二回三回してもいいと思うけれども、当然さ、別れる時って、揉めるじゃない。なんか円満離婚って、ないとは言いませんけれども、女性って、いろんな人と恋愛したいよりも、一人の運命の人からずっと愛されたいという本能を持ってるんですよ。これは体の構造上的に。だから、当然別れなんて誰も経験したくないんですよ。これから結婚相手探したいとかさ、今婚活頑張りたい、やるぞと思ってる方、絶対頑張った方がいいと思う。楽しむこと。お相手によって自分の人生が半分決まったと言っても過言じゃないと思うんですよ。自分の人生を左右するんだよ。自分の人生を左右する相手を妥協するって、普通に考えてね、どう？そこを自分が好きか嫌いかなんですよ。だからもう当然さ、嫌なと思ってると思うのから、私は自分の好きに素直になると認めること。そしてシンプルにね、そもそものその理想っていう部分がずれていることがあるんですよ。
理想がずれているかどうかっていうところもちゃんと見ないといけない、整理をしないといけない。本当の自分とガッとマッチしていたらさ、絶対出会うから。生まれる前、魂の時点でこの地球上で私たち出会おうねって、お互いまた成長し合おうねって約束をした魂の塊が存在しているの。だから出会わないことなんてないの。どんな鍋にも合わない鍋豚はないんですよ。だからね、信じること、夢を叶えていく人は信じることをね、諦めなかった人です。私ってこんなもんなんだよねって思ってしまったら、そんなもんの人生を送るんですよ。幸せな結婚に行きたい、つながりたいと思ってる方、じゃあ今すぐハッピーのになること、幸せのになること、自分を信じること、じゃあどうやってそれを積み重ねていけばいいんですかってことでしょ。一朝一夕の人生変わったらもうそれは楽ですわ。楽だけれども、いろいろ経験を捨てて楽しむことが大切なのよ。今を楽しんでますか？今に幸せを感じてますか？今に愛情と感謝を溢れさせていますか？今あなたが幸せなハッピーな波動を出しているから、そのハッピーな波動に引き合う人がやってくるの。だから毎日幸せを感じて、 feeling your want やそういった女性性を自分で感じること。 Are you feel? わかんないって方は、まあ、この YouTube を見てくださってもいいし、私普段ね、公式 LINE もやってますよ。公式 LINE で私のお友達となってください。お友達になっていただいたら、メルマガもやっていますので、毎日読むだけで、次元上昇を起こすべく、ハッピーマインド指数がね、毎日ね、1% ずつ上がっていきます。本当に。見て、読んで、感じて、実行して。別に宣伝でもないんだけれども、どういう情報に触れるかがすっごく大切なんですよ。どういう環境に身を置き、どういう言葉を発し、どういう人とつながっているか。私の今この動画を見ているってことは、シンパシーを感じて見てくれてると思うんですよ。動画で何分経ってるってことなんですよ。今これ多分1分目じゃないと思うの。1分目だったら多分まあ、さっても消えてると思う。でも、今この時間まで見てくれているっていうことは、魂が感じるからなんだよね。これでも気持ち悪いと思ったら、もう決して他の人見てください。シンパシーが合う人のところに行ってください。行って触れてください。もうそれは自由です。なんかいいとか悪いとかじゃなくて、もうこれは個人の自由だから、本当にね、今すぐ幸せになることなんですよ。全然余談なんだけど、レオンいるじゃない？でもここでさ、動画撮ってる時でいつもこうやっておとなしくしてるじゃない？この子すっごい賢くて、私が動画撮ると、ここにスタンバってやってきて、寝るんですよ。だからおとなしいと思うかもしれないけれども、普段ね、ゲレレレレレレレとかって怪獣なのよ。ヨンちゃんも偉いね。ちら、こっち見た？ありがとう。ということで、もう皆さん、妥協しちゃダメよ。皆さんは叶えられる力があります。私たちは無限の力を秘めてるの。生まれてきたってそういうことでしょ？奇跡の誕生だよ。奇跡の誕生を自分で自覚をしてご覧なさいよ。震えない？今、この動画を見てることはもう奇跡ですから、本当に。私もね、今午前中なんですけど、パワーみなぎってます。皆様、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。公式 LINE ではどの女性も一流男性から愛される方法 7days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録してください。そして私とお友達になってね、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃれば、そちらもよろしくお願いいたします。では YouTube ね、これからも発信してまいりますので、また次の動画でお会いいたしましょう。最後いきますよ。皆さんも必ずできる、できる、絶対できます。はい、では本日も素敵な一日をお過ごしください。ではまたねー。 You are, you are, you are.